ストライクショット。こんにちは、エクストラグの中のサブと、ベビーカキです。本日はこちら、じゃんと激究極新キャラ、アーチェラ、を使っていきたいと思います。進化神化、はい、進化神化。そしてパンジャジャーンとスタンガンナードラゴンも紹介していきたいと思います。はい、はい、アーチェラでございます。なんかすごい、何年も爪を切らないギネスに記録してる人ですよね多分すっごいことになってるから保持者ですかね。結構頑張って今回書きました。はい、早速進化から見ていこうと思います。 GO! はいよ。はい、アンチダメージオールゲージでダッシュ。おお、友情コンボは6個のトライデントレイザー L。 おう、使いやすいですね。おお、結構早いのかなですね。立て替えしてみます。お願いします。ダッシュ、はい、おおお、価値まで結構いける。うんうん、いいスピードですね。ですね。じゃあちょっと友情いきます。よいしょ、うんうん、14万。近くの敵にロックオンするトライデントレーザー L と、はい、いうことですね。ですね。よいしょ、はいはいはい、35万。はい、ギガマンも入りつつですが、かなり根元に当たったの で、うんうん、いいダメージですね。ですね。ケビンの殴りも入りつつですが、はい、まあロックオンしてくるので安心ですね、うん、そうですね。おいしょ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 、はい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 、3体処理しましたね。ワンパンではないんですけど、うん、もう2回当たれば、そうですね、結構スピードもあるんで、うん、スピードあってダッシュがあるっぽいんで、うんうん、かなり処理はしやすそうですね。そうですね、暴れ回って、うん、はい、3体処理で十分、まあいいですよね。そうですね。で、まあボスが多分今近いので、ちょっとトライドレントレーザーも刺さる感じですね。ロックオンしてくれるという感じかな、うん、はい。アンチダメージオールもありまして、はい、しっかり処理しきれましたね。こんな感じで走れば、はい、そうですね、全処理も夢ではない。スピードがあるのでやりやすいですね、うん、じゃあもう一度当てていきます。はい、44万。お、いいですね、いい配置。3本が2本当たるといいですね。うん、ほい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 、スピードがめっちゃあるからヒーリングウォールめっちゃいいですねヒーリングしたいシーンだとかなりいいですね、はい、かなりいいですね、うん、アンチダメージウォールがゲージじゃないのもいい。確かに、うん、はい、ストライクショットがたまりましたので、はい、整います。お願いします。多数のホーミング弾を放つ。ほう、エンショートブーフタピライザーなんじゃそりゃ、なんですかね、そんな感じなんだろう。弱点に向かっていきます。はい、お前の急所を全部射抜いてやるよ。はい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 、おお、きれいに、あ、弱点しっかり入ってますよ。170万ぐらいか。そうですね、うん、170万ぐらいですね。はい、ちょっとホービンがこう放物線を描いて飛んでいくので、はいはいはい、これぐらいの距離感だと結構弱点に当たりやすいですね。そうですね、うん、もう本当にもう弱点にきれいに入ったらもっといくってことですよね。そうですね、素晴らしい。今の結構綺麗に入りましたね。綺麗に入りまして、はい、170万近く、素晴らしい、出るという感じでございます。はい、はい、ではセタス見ていきましょう。はい、というわけでセタスはこちらでございます。今言ったのはビシャモン、ビシャモン店行きましたね。です、スピード型でダッシュもついてて、はい、ヒーリングもしやすいし、うん、価値もワンパンじゃないですけど走り回れて、そうですね、倒せたりと、はい、まあ何よりアンチダメージボールは、うん、いいっすね。そうですね、ゲージじゃなくて、はい、悲劇もないし、悲劇もないし、はい、トライデントレーザーもかなり刺さるので、うん、そうですね、レーザー張りあるとこもあるんですけど、ない時に結構輝きますよ ね、うん、すね、ロックオンなので、うん、いいかなと思います。はい、はい、他いけそうなのありますか。他いけそうなのは、まあ、ギャラクシーサーペットとか、うん、激究極のうーんダメージウォールの対応できているのでいけるかなと思います。確かに、はい、はい、あとは、あとは平の清盛とか、うん、こちらも、まあ、ダメージウォール、はい、うん、あとは、あとはもう起きた掃除とかもね、うん、いけるんじゃないかなと思います。はい、うん、といったステージでいいんじゃないでしょうか。はい、ではポイント、ポイントはこちら、じゃん、400キロを超えるスピード、さらにダッシュということで、あ、もともと確かに速いですね。そうなんですよ、もともと速い上にダッシュがついてるってことなので、おー、かなりのスピード強というか、もうそうですね、はい、ゲージ決めたらよりダッシュしてくれるということで、はい、いうことでございます。そうですね、友情もかなり威力高かったので、そうですね、うん、パワー型とかじゃないのでね、うん、かなりいいかなと思います。はい、はい、思います。では続いて、はい、神化、神化見ていきましょう。はい、い
きましょう。はい、ステータスお願いします。じゃん。貫通でアンチダメージウォール、水属性耐性。ほうほうほう。友情コンボが毒核36とトライデントレーザー S。 これもロックオン。ロックオンだね。なるほど。よいしょ。毒とロックオン S 出てますね。はい、はい、あいつは毒に侵されましたね。ですね。よいしょ。はい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 、はい、うん、毒の方も3万ぐらいのダメージですね。はい、ストライクショットが、はい、こちら16ダメたまる仲間たちを引き入れて敵へ打ち込む、はい、号令でございます。いわゆる号令ですね。でこれをここ真ん中当てて上のこちらへにも当てたいところ。なるほど、いきます。ドキューの一発で魂まで吹っ飛んじまいな。はい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 、ほい、これで処理できましたね。チャンスに、うん、倒せましたね。はい、でビシャモテにもまあまあ与えたかな。はい、ダメージをいい感じに。これ16ターンで打てると、うん、割と削られることも多いから。そうですね、かなり楽。うんうんうん。あ、75,000。2回ぐらい当たってますよね、多分。かな、1回かな、わかんないですけど。1回かな。でも下のケビンが1万ぐらい食らってたんで、うん、まあ実に3000ぐらいは耐性で。そうですね、削減できてる。削減できてる。結構ね、やっぱ回復がここしにくいステージではあるので、うん、ヒーリングウォールで徐々にね、進んでいくにつれてね、うん、はい、はい、かなり耐性は効いてくるかなと思いますね。はいはい、はい、というわけで、はい、ステータス見ていきましょう。ステータスはこちらでございます。はい、今言ったのはまたもビシャモンテンの、はい、貫通枠として。そうですね、はい、アンチダメージウォールですし、水属性耐性もあるので、うん、かなりいいやかなと思います。貫通枠としても、ね、はい、毒でうまい具合に蘇生のゾンビとかを、はい、なんか処理できたりすると、確かにダメ押しのね、うんうん、ダメージとかもあるんで、うん、いいかもしれないね。はい、はい、あとは、あとは、まあ、同じくダメージウォールではあるので、はい、まあ、ギャラクシーサーペントもダメージウォール対応ですし、うんうん、あと平の清盛として起きた掃除、うん、同じくね、進化と同じようなところは、はい、貫通枠としていけるかなと思います、うん、そういうことですね。はい、はい、SS もね、仲間たちを率いて打ち込むってことなので、まあそうですね、うん、16ターンで打てるのでいいかなと思います、うん、いいですね。はい、ポイントは、ポイントはまさにこちら、はい、じゃん、16ターンで打てる号令 SS となっております。まあ、そこが頼もしいですよね。そうですね、結局、うん、16ターンって結構早いので、うん、かなり、3回に1回打てるって感じですかね。ほう、3回回ってきたら、そうですね、うんうんうん、とかなるので打ちやすいかなと思います。はい、はい、というような神化でございました。はい、では続いて究極の、はい、パンジャジャーンとパンジャジャーン、スタンガンナードラゴン、はい、まあ、ポイントだけ、うん、ご紹介しようと思います。はい、まずは、はい、パンジャジャーン、じゃーん。はい、というわけでこちらでございます。はい、こちらでございます。こちら、じゃあポイントは、ポイントはこちら、じゃん、砲撃型で魔人キラーが乗る反射レーザー L4 っていうね。ああ、ほんとだ。しかもロックオンっていうね。砲撃型なんだね、はい、ですね。かなりこれ結構使いやすいかなと思います。うまく使えば、うん、良さそうですね。友情も乗るっていうことなので、8ターンでランダレーザーかからレーザーで追いついて密着して、うんうん、反射レーザーも当てようと思えばいけるかな。そうですね、位置調整に使っても良いし、はい、みたいな使い方できそうですね、うん、なので、うん、ジャイアベルンとかもね、非、うんうん、属性ですし、おー、うん、いいかなと思いますし、うん、あとバニラとか魔人キラーが乗る、あ、魔人だからってことね、うん、ボスが、ね、はい、とか、まあ、アンチワープもついてるので、うん、ワープクエストとかですね、うん、いけるかなと思います、うん、はい、というようなキャラになっております。はいはいはい、というわけで続いてはこちら、じゃーん、スタンガンナードラゴン。はい、スタンガンナードラゴン。スタンガンってことね。うん、そうですね、はい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 、ポイントは、ポイントはこちら、じゃん、獣キラー M& 鉱物キラー M の乗る友情ということでね、かなりもう本当なんていうか、特化だね、特化型というか尖ってる感じですけど、はい、パワーだし攻撃力もまああるから、うん、つなぐりも良さそうだし、友情も割とそういう属性には属には効くと。そうですね、いうような感じか。からアンチとか、うん、そのアンチアビリティはないですけど、うん、そのまあ雑魚敵が結構処理しやすかったりはするので、はいはいはい、獣キラーとか、うん、鉱物キラーとか、その言ったホーミング吸収するやつとか、あと移動するあの牛ちゃんとか、にゃーとかにはかなり刺さるので、
なるほど、うん、置いていくだけでも電撃でこうね、はい、こう周りにこうザーっていくので、うん、それが友情に乗るのでこのキラーが、うんうんうん、いいんじゃないかなと思います。確かにザコに結構多いから、うん、そういう使い方ありかもね、はい。ストライクショットはあれ机読みゼロでってこと？そうですね。へー、こうやってキラー乗るんですかね。これも確かね、スワビだったら乗るはず。へー、はい、なんか今後じゃあそういうボスとかが出てきたらもうどうでしょうか、活躍するかもしれないですね。はいはい、っていう感じですかね。うん、はい、以上以上、はい、激究極新キャラアーチェラー、そしてパンケチャンスタンガンナドラゴンの紹介をいたしました。はい、はい、皆さんもぜひ、うん、運極目指してみてね。頑張ってください。はい、ではバイバイ。バイバイ。ご視聴ありがとうございます。2018年もモンストと公式チャンネルをよろしくお願いします。中の人放送局もあるよ。みんな登録してくれよな。見てくれよな。あれ、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 あれ